はい、ただいまですね、ご紹介預かりました国土交通省不動産建設経済局不動産市場整備課で企画専門官しております塚田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、不動産分野 TCFD 対応ガイダンスの概要について、 ご説明させていただきます。それではですね、スライド1枚目に、目次を示しております。大きく3つになります。不動産分野の ESG 投資の動きと気候変動リスクへの対応、それから2つ目、不動産分野 TCFD 対応ガイダンスの概要で、最後にですね、少しだけ国土交通省の取り組みをご紹介させていただければと思います。それではですね、スライド3枚目、不動産分野 ESG 投資の動きと気候変動リスクへの対応をご説明させていただきます。昨年のですね、我々の方ガイダンスまとめさせていただいているんですけども、まあ、そもそものきっかけといえばですね、ESG 投資になります。不動産というのはですね、金融とですね、ちょっと非常に近いというか、不動産投資というのがリートとしてですね、2001年から始まっておりまして、まあ、投資対象として不動産というのが一つ分類カテゴリーとしてあります。そういった中でですね、まあ、2006年に責任投資原則というのが発足補足されてですね、投資分野についてそういったESG をですね、配慮を求める動きというのが拡大しているところなんですけども、そのですね、翌年度責任不動産投資戦略ということで、不動産に関連でもですね、こういった戦略の方を、定められております。でこれ2007年に定められたものなんですけども、その当時からですね、まあ、省エネ環境保護といったですね、まあ、今にも十分通じるような内容がですね、定められておりまして、まあ、不動産投資にあたってはですね、こういったことを配慮していこうということの、動きがですね、この時から、起きているということになります。続きまして、スライド4番目になります。不動産分野のですね、 ESG の関する取り組み状況になります。不動産のですね、 ESG に関してですね、一つ大きな評価制度がございまして、まあ、グレスビーという評価制度になります。こちら不動産企業、それから不動産ファンドのですね、単位の ESG に関わるベンチマーク評価の行う組織がございまして、こちらの方ですね、日本の方でも85のですね、企業やファンドの方が参加している非常に大きなものとなっております。まあ、こういったことからですね、不動産分野にもおいてですね、ESG というのが非常に関心が高まっているということが、まあ、近年、大きな動きとなっております。その中の ESG のですね、E 環境ですね、で環境に関してですね、まあ、しっかりやっていこうということで、昨年度、まとめたのが TCFD 対応ガイダンスというふうなことになっております。でそれにあたってですね、やはり気候変動というのは、まあ、不動産に対して大きな影響を与えると考えておりまして、それがまとめたのがですね、スライドの5番目の方になります。TCFD ですね、提言における具体的な気候変動関連のリスクの例ということで、まずまあこういった資料をまとめてからですね、ガイダンスの検討を始めているんですけれども、まあ、今回物理リスクということで、右半分だけご紹介させていただきます。もう皆さんご承知の通り、ご案内の通りだと思うんですけども、風水害やですね、洪水など極端な気象事象、過酷化というのが、もうまさに現象として発生しております。それから、まあ、降水パターンと気象パターンの極端な変動ということで、こういったことからですね、この矢印に書いてある通り、特に2つですね、危険性の高い立地における不動産への損害、それから、まあ、売上の低下による収益の減少ですね。まあ、例えば、まあ、豪雪だったり雪不足だったり高温だったりということで、まあ、不動産というのはですね、その何ですか、自社ビルとしてまあ建設されて、それを管理運営していくっていうパターンもあるんですけども、まあ、デベロッパーさんなりがですね、ビルを建設されて、そこにまあテナントの方にですね、入っていただいてっていうことも非常に多いです。まあ、そういったテナントの方々のですね、まあ、売り上げも落ちていくとなると、まあ、やっぱ不動産としてなかなか事業として成立がしづらくなっていくというようなことも考えられるということで、やはり不動産においてはですね、災害対策としての物理リスクの検討も重要だというふうに考えております。続きましてスライドの6枚目に参ります。ただですね、リスクというのはですね、機械の裏返しであるということになっておりまして、この右半分ですね、物理関係のですね、機械と想定される例としましては、ここの特にレジリエンスの部分になるんですけども、まあ、レジリエンス計画ですね、まあ、土地建物、そういった災害対策をですね、まあ、しっかりすることによって、むしろですね、市場の評価が向上して、まあ、
あの市場のニーズ、求められるニーズにですね、まあ、あの先んじて、まあ、対応していく、そういうことで事業収益を上げていくというようなことも可能なのではないかと思っております。またですね、まあ、レジリエンス確保ということで、あのこういったあの対応するですね、新しい技術等の開発によとか、それから新製品サービス、そういうものに通じてですね、収益の増加なども、考えられると思っております。こういったところでですね、まあ、TCFD 提言というものについてですね、不動産分野でも、しっかり対応していくことが大事だというふうに考えております。続きましてスライド7枚目になります。不動産企業のですね、TCFD への賛同状況になります。こちらですね、不動産関連企業につきまして、こちらの方で調べますとですね、あの世界的にも、多くの国々でですね、賛同されている会社等ありますし、まあ、日本においても現在、こちらが調べた限りは29のですね、企業やファンドのですね、まあ、運用会社さんですね、ご賛同いただいているという状況です。で、今年度に入ってですね、まあ、10の組織が賛同いただいているということで、この動きはですね、まあまあ、年々、まあ、加速化しているということが言えると、まあ、それだけ不動産分野のですね、TCFD 提言のですね、関心度が高まっているということが言えると思います。では続きましてですね、2番目、ですね、不動産分野の TCFD 対応ガイダンスの概要について説明させていただきます。スライド9番目、不動産分野 TCFD 対応ガイダンス、令和3年3月の、概要となっております。今年3月の方に、こちら公表させていただいております。不動産分野に特化してというところがポイントになっております。で、先ほどあの経産省さんからですね、説明ありましたけど、そういったですね、TCFD 対応ガイダンス等ですね、あの参考にさせていただきながら、まあ、我が国不動産固有の実量もですね、考慮して、作成しております。このですね、あの資料 だけでもある程度ですね、分かるようにということで、まあ、経緯とか制度概要とかですね、まあ、いわゆる前提となる情報も網羅させていただいておりまして、まあ、目次の構成で見ますと、初めの部分ですね、そういった、まあ、TCFD 提言とは何ぞやというところからですね、書かせていただいております。またあの、不動産分野がですね、気候変動に対応する、重要性についても、ここで触れさせていただいております。でその後ですね、この TCFD 提言、目次構成で言いますと、TCFD 提言についての部分になりますけども、まあ、そこでですね、あの海外事例とかですね、シナリオ分析の例などをですね、豊富に盛り込みつつですね、実際 あの具体的な基準とか、あと不動産、企業の場合ですね、考えられるものについて、例示を示しながらですね、検討のご参考となる、情報を整理させていただいております。ガイダンスの対象としましては、まあ、不動産企業にがメインになりますけども、不動産分野のですね、TCFD 開示を分析する投資家の方、金融機関の方にもですね、あのご参考になるように、意図して作成の方をしております。なおですね、スライド10枚目になりますけども、この本ガイダンスの作成にあたっては、実務者ワーキングの方を、設置しております。スライド10番にですね、不動産分野における ESG、TCFD 実務者ワーキングというふうなことで、E 名簿の方を聞かせさせていただいています。まあ、金融関係の方、不動産関係の方ですね、双方の方々に参加していただいて、双方の立場にが活用できるような、ガイダンスを作成したというところになります。続きまして、スライド11枚目になります。ガイダンスの概要についてですね、まあ、ポイントの部分だけ簡単に説明させていただければと思います。こちらもですね、先ほど説明ありましたけども、TCFD 提言では4つの開示項目ございます。でその中でもですね、特にあのこの肩括弧 C の戦略ですね、2番の戦略の肩括弧 C、低酸素以降へのシナリオと物理リスクの高まるシナリオを考慮してビジネスがリジリアンすることを説明という、この推奨開示項目、つまりシナリオ分析になるんですけども、まあ、ここの分についてですね、まあ、あの章を一つ立てて、説明の方をさせていただいております。でそれ具体的な手順としてですね、スライドの12ページに示しております、シナリオ分析の実施手順というのを示しまして、順を追って説明させていただいております。まあ、このシナリオ分析の目的としましては、まあ、事業インパクトや対応策を含めたですね、まあ、企業経営のレジリエンスを、検討、証明することを、それが目的として、まあ、実施するものになっております。でガバナンス整備から2番、3番、4番、5番があのメインのところになりますが、重要リスク、機会の特定、
シナリオ群の定義、これを まず前提として行っていただいた後に、事業インパクトの評価、対応策の定義をまとめていただいて、最後、文書化、開示、情報開示を行うと。こういったですね、実施手順をしました上で、それぞれのですね、段階でどういった、取り組みをするのかということを、不動産分野という、企業、事業、セクターですね、に着目して、まとめさせていただいているところになります。でですね、詳細の方はですね、最後にご紹介します、ホームページにですね、全文掲載しておりますので、ご覧いただければと思いますが、ポイントとして少しなる部分だけ簡単に説明させていただきます。スライド13ページ目になります、不動産業界における代表的な気候変動、リスク、危機解ということでまとめさせていただいています。こちらの方ですね、不動産企業でもうすでにですね、先進的に取り組まれている、報告書等ですね、まとめさせ、開示されているようなところに関しまして、調査を行い、リストを作成してですね、その中からですね、特に重要と思える部分、複数のですね、企業で採用されているようなものに関しまして、抽出してまとめた、表になっております。でリスクと機会ということでして、今回物理的なリスクということであれば下半分ですね激甚化する自然災害が損害を招くということで具体的に言いますと例えば7番風水害の激甚化による建物損害の増加や事業停止リスクの増大それから風水害の激甚化による従業員の健康と安全リスクの増それから返金企業の上昇による操業コストの増加干ばつや気象パターンの変化における水リスクの増大、こういったことがリスクとして発生するというふうに考えております。こういったものに対してですね、リスクを最小化するため、今からアクションを取ることが大事というふうにまとめさせていただいています。また、機会に関しましては、気候変動の適用が新たな事業機会になるということで、災害に強いビル、不動産の需要の増加が考えられますので、こういったところにですね、早め早めの対応をしていくということによってですね、機会を最大化することができるのではないかというふうに考えております。こういったですね、取り組みを、なるべく早く、取り組んでいくということが、大事だと思っております。続きまして、スライド14枚目ですね。こちらの方はですね、ですね、定産とかなので、ちょっと本日は割愛させていただきますが、こういった 1.5 度、2度シナリオにおける不動産分野の影響というのを、図でですね、まとめさせていただいています。次、スライド15枚目をお願いいたします。同じようにですね、4度シナリオ、このままですね、気温上昇が続いた場合ですね、の不動産分野の影響についても、まとめさせていただいています。4度シナリオではですね、自然災害の激甚化に伴う自社のですね、不動産ビジネスの影響が多いというふうに考えております。特にですね、左肩、自然って書いてあるところですね、自然災害の激甚化による経済損失が増大というのが一番大きいと考えております。またですね、投資家の方々も災害リスクとか多少者に対する懸念の増大、それから技術に関しましては適用ソリューションが躍進しますし、顧客もそういったニーズが加速するということが考えられまして、不動産業界に置き換えますと、適用ビジネスをですね、新たな競争軸になるのではないかということが考えられると思います。で、不動産事業ですね、大きく3つの段階に分けられるというふうに考えておりまして、1つが用地取得、2つ目が開発ですね、建物の建設。で最後は建物が、完成後の、管理運用段階なんですけども、用地取得段階であればですね、まさに災害が起こりにくいですね、立地を求める、そういったところにですね、土地の価値が上昇していくようなこととか、で開発補修、開発段階ではそういった、災害に強い建物ニーズ、そういったものに対応したですね、開発というのが求められていく。それから補修管理運用段階ではですね、こういった調達価格の増加とかですね、災害対策というものに費用が要していくというようなことが発生してくるというふうに考えております。で辞書の影響としましては、対策がなければ当然競争優位を失う展開になりかねないというふうに考えておりますが、対策をすればですね、新たな事業機会の拡大というのも機会できるというふうに考えております。防災ソリューションの提供による収益の拡大とか、十分なですね、補強によるライフサイクルコストの削減だとかっていう、そういった、ことも考えられ、期待できるのではないかというふうに考えております。
最後ですね、スライド16枚目になります。不動産分野 TCF リー対応ガイダンスの入り先ということで、国土交通省の、サイトにも掲載しておりますし、また本日ですね、主催していただいてます国立環境研究所のですね、ホームページにも掲載しております。ぜひですね、ご覧いただければと思います。それではですね、スライド17ページ目、最後、国交省のですね、取り組みについてご紹介させていただきます。スライド18ページ目ですね。国土交通省の方でですね、令和2年1月よりですね、そういった国土交通省防災減災対策本部というのを設置しまして、総力戦に挑む防災減災プロジェクトというのを実施しておりまして、令和3年6月にですね、プロジェクト第2弾というのを取りまとめております。第1弾も、取りまとめているところなんですけども、第2弾ということで取りまとめております。スライド19ページになります。第2弾ではですね、どういったものを取りまとめたかといいますと、住民避難とか輸送確保とかですね、そういったまあ重点施策としてですね、取りまとめております。まあ、住民避難、一人でも多くの方が円滑避難できるように、それから輸送確保ということで、物質の、人や物質の流れが災害時も滞らないようにというようなことをですね、まあ、やっています。で、まあ、充実強化にあたってはですね、関係省庁とか民間企業を含めて、さらなる連携促進というのをも含めて実施していきたいというふうに考えております。右、まあ、この第2弾の冊子についてはですね、ホームページに掲載されていますので、ご興味ある方は見ていただければと思います。で、最後ですね、スライド20ページ目になります。主要施策の一つとしまして、行政事業者、国民の活動や取り組みへの防災、減災しての定着ということで、まあ、ここの一番端の方に書いてある防災減災不動産ということで、まあ、TCF リー対応ガイダンスもそうですし、それから右側の方に書いてあるビッグデータということで、ビッグデータも活用したりということで、まあ、こういった普段の取り組みの中からですね、防災減災の視点というのを少しずつ入れることによってですね、しっかり対応できていければと思います。日々のですね、企業活動、それから、行政の取り組み、そういった中でもですね、防災減災にも資するものというものがあると思いますので、そういった視点でも取り組んでいただければ幸いになります。幸いです。以上ですね、国土交通省、不動産建設経済局不動産市場整備課の説明となります。ご清聴の方ありがとうございました。